東さんツイッターやっぱり基本やめちゃったじゃないですか。やめてますね。で辻田さんもだいぶツイッター界からはなんかこう、まあ宣伝にしかもともと使ってなかったので、それがよりいやだからこう皆さん元気なのか元気じゃないのかって僕はここに来ないとですね分かんないから、まあ、辻田さんとはね、あの休校を温めつつ、まあ、疲れたっすねみたいな、だいたいもう年末で疲れてるんですよ、ね、どうでもいい雑談ですよ。ただね、今年2022年、うん、やっぱり事件がたくさんあったと、はい、まあ、いくつかキーワードはあるとは思うんですが、はい、まあ、一つやっぱりこう、まあ、真面目な話で恐縮ですけれどもね、真面目やっぱり暴力の話をしなければいけない暴力の話というのも、今日って宮台さんの事件から1ヶ月ぐらいらしいんですよとヤフーニュースのトップに書いてありました。しっかり始めてきますね。ほんまやびっくりしました、うん、しっかりありますけどね条件が、ね、いやいやもちろんで僕は戦争すごい嫌いなんですよ、うん、だからあの平和っていう価値についてもこの1年はすごい考えましたね。本当ね、朝日新聞で古谷修一さんかな、うん、っていう法学者の人が結構長い分析書いてて、うん、インタビューなんだけど、つまりあのかつては国家と国家の戦争だったと、今回のウクライナ戦争に関しては個人に焦点が当たった、うん、個人に焦点が当たった結果戦争犯罪が人権侵害だと認識されるんだった、うん、で人権侵害ということになるとロシアはウクライナの人権を侵害してるんで、これはもう妥協の余地がないと、つまり戦争っていうのは一人一人のに焦点を当てないことによって、うん、まあ、俺も5万人死んだけどお前も5万人死んだよねみたいな感じで妥協するわけですよ、うん、でも一人一人の悲劇の方に焦点が当たると、いやこんな悪いことやったやつは絶対にこれは罪を償わせなきゃいけないっていう話になってるんで、うん、で実際今そうなってるんだけど、うん、このままプーチン軍事法廷に引きずり出すまで終わることができないだろうと、うん、つまり戦争に終わりが見えなくなったわけです。妥協できなくなった、うん、でこれもう少し抽象的に言うと、これ正義と平和の総国なんですよね、うん、ヨーロッパの国民国家体制ってさ、ウエストファリア体あの、うん、の以降の基本的に平和っていう目的のためにいろんな価値観があったとしても、うん、それぞれ妥協しながら共存していくっていう体制で、国民国家体制って多分それとセットですよね、うん、そうですね、でそれでそれぞれの国の中では俺たちが一番正しいっつってるんだけど、うん、国際関係は多分それで切り離してるんですよ、うん、でところが、ね、僕たちの、 あの SNS とこのインターネットの世界でそれ全部繋いじゃってるんで、うん、日本が日本は正しい、韓国は韓国正しいって、もうお互い矛盾してますよねっていうことにすぐなると、うんうん、でさらにそこで正義のロジックみたいなものがやられると、もうこれ全く戦争を終えることができなくなるんだよね。でもウクライナだからであって、例えば中国だって、まあ、人権問題抱えてるわけですね、ウイグルで。で本当に正義を貫徹したら、じゃあ中国と国交を断絶するのかってやっぱりやらないじゃないですか、うん、それやってしまうと多分自分たちへのこう経済的な負担が大きすぎるから。ただだからそれがだから本当であれば正義っていうものを抱えつつも、そこそこ後ろでは妥協するよねっていうことがまだあったんだと思うんだけど、今回のウクライナ戦争に関してはなくなってる可能性がある。だから本当にウクライナは妥協しないって言ってるし、妥協しないのがいいんだってみんな言っちゃってるから、それはでもなんか耐えられるある種の痛みだから、つまりそれで燃料はもちろん高騰してる、食費が上がってるけど、いやでもウクライナ人は耐える痛みでもないでしょ、だってこれから戦争続いていくんだから。いやでもだから今後だから耐えられなくなってきて、その正義で貫徹するっていう方向はどんどんヨーロッパの方で変わっていくんじゃないかって気がします。でもその時に正義が貫いたみたいな幻想を作れればいいんだけど、うん、逆に今今後ウクライナが、うん、でちなみに今日のほら番組のタイトル自体が今年からむしろなんか21世紀始まったんだっていうのは、これ第一次世界大戦のことを想定してるんですか。1914年に第一次大戦始まって、それがまああの20世紀の始まりだって言われていて、そうするとこのでもウクライナ戦争が始まって、人権っていう価値観によって戦争を徹底するんだっていうふうに今後変わっていくんだったら、本当に21世紀の極みになる。僕はそれはあり得ると思うね。このウクライナロシアの戦争だけじゃなくて、例えばインターネット上の僕たちがつまんないと思ってるさまざまなやり取りあるじゃないですか、滝沢ガレゾ的なで、ああいうところも全部同じなんだよ。だから正しさみたいなものを掲げてしまい、うん、終えることができない、つまりむしろ戦いを終えることが悪であるっていう世界、うん、継戦能力、うん、で僕ねこれすごい価値観の逆転だと思う、うん、あのつまり本当に今回僕があのウクライナ戦争だなと思ったのは、選挙は岸田さんでやって、まあ、負けるにしても岸田さんのせいにしたいわけですよ、みんな、うん、で辞めた後に自分がなるっていう、そう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 、だから次の次みんなやりたいんですよね、うん、なるほど。やっぱりみんな困ってて、うん、派閥の理屈で言うとどうすんのみたいなことになってるわけですよ、うん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 、で安倍派はもう安倍派としてね、やっぱりまとまれないから、そうですね、未だにね会長決めてないわけですからね。でも100人いますからね、そうですね、あそこ最大派閥でね、うん、で岸田派今第5派閥でしょ、うん、そう小さいですからね、そう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 、ね、菅さんはもう一回出てきたいけど、うん、やっぱり党内にね、基盤がね、そうそう基盤ないからね、うん、というわけでじゃあ岸田さんがずるずる続く可能性もある、ずるずる続くと思いますね。岸田さんでなんかこう普段検討して、最近検討加速とか検討加速主義とか始めてるので有名ですけど、たまに急速に決断するじゃないですか、国葬みたいな、あれ何なんですか、わかんない。いやだから自民党問題についてね、迅速対応してるだけっていう見立てですね。あ、それ自民党の内部に関しては力発揮する、それ以外はひたすら検討してるわけですか、うんうんうん、困った一生ですねそれは、うん、だって結局国葬儀だって安倍派からの突き上げなんだから、あと麻生さんとかね、うん、であじゃあやりますみたいな、では次いきますか、はい。
でしかしエリザベスが、ね、イギリストラス首相が就任、トラス、トラス氏も、ね、一緒に蒸発して、後消えていくね、後消えていく、エイブ女王国葬問題あるよね、国葬問題、国葬問題で、これ国葬、まあ、日本の国葬関係者にとっては、うん、えっていう感じだよね、これ困っちゃってますよ、これは困るよね、イギリスの国葬なんてもう映像としてもこうすごいきらびやかだし、あの時辻田君と喋った記憶がある、うん、あれやっぱりね、戦勝国の国葬だよね、そうですね、だってみんな軍服だし、そうそうそう、つまりほらあの例のあの弟ヘンリー王子かなんかは、うん、まあ、つまりイギリスの王室の仕事をしてないから、ね、つまり軍服の方が偉いわけですよね、うん、普通のスーツの方が格下だっていう扱いで、まあ、あれはもう戦勝国だからこそできるような国葬でしたね、本当にそうなんだよね、大砲で引いてやっぱりほらベトナムといいさ、うん、戦って勝ったやつらは違うよね、ちょっとね、まあそうです、うん、いやでも僕はそういうふうに思ってないよ、あの彼とは違うんで、なんでですか、あの僕は平和が好きなんで、戦争で勝つことが大事だと思ってないんだけど、ただ戦争で勝つとさ、主張がまっすぐなんだよね、うん、でやっぱり負けた国って歪むんだよね、そうそうそう、それドイツもそうだと思うよ、やっぱりなんかちょっとこう屈折して歪む、だから言ってることっていうのがまっすぐ通らないっていうか、ナショナリズムに対してなんていうかこう屈折がないっていうかね、これはだから侵略された国のナショナリズムっていう意味でも、だから今回のウクライナのナショナリズムもそうだし、先日なんかあの RRR ってインドの映画見たんですけど、あれインド独立運動がまあベースになってるんですけど、やっぱりすごいねナショナリズム豪華なんですよ、映画エンターテインメントなんですけど、だから主人公は独立の運動なので、だから言ったんだ君は、いやそういうわけじゃないんですけど、JST かなんかのプロジェクトで今ココアの検証みたいなやつやってんですけど、やっぱりこれすごい難しくてですね、二重の同意がね必要だったんですよね、だからやっぱり数を集められなかったっていうところがやっぱ大きいかなと思いますね、しょっちゅう言ってるけど、僕の娘っていうのは今17歳で高2なわけだけど、まず中学校3年ってね、中学力消えてるわけで、高2の中学力も実は圧縮されてる、なんで圧縮されてるかっていうと、これが第8波とか騒いでるから世の中、うん、彼ら彼女たちにとってコロナがどれほどの脅威だったかって言ったらば、それは明らかに重症化率がなんとかで脅威ではなかったことが明らかではないですか。いや、僕はやっぱ違う立場ですよ、はい、我々にとってのねリスクってのは結果的に少なかったっていうのは、これ蓋開けてみたらやっぱ分かんないことですよ。そんなことはない、あとね死んでる人出てるわけですよ。いやいやそんなことないですよ。いやいや、いやこれはだって、いやだからこれ僕で西田君とだから一生だからなんか分かり合えない。いやまあまあそうだと思いますよ。そうだってさ、そんなんさって俺思うもんやっぱり。ね、若い人たちのことだけ考えて社会が決まっていくわけじゃないですよ。いやいや若いやつらのことも考えようよってことよ、俺が言ってるのは。いやそうそう、それは若いやつのことだけを考えると言ってない。そう、でもさ、若い相対的に若い人たちの方が若いやつがクラスターの中心だとかなんとかっていうことによって、うん、彼ら自身には重症化のリスクが低いにもかかわらずめちゃめちゃ抑えてるよね。じゃあさ、うんうん、その代わりに俺たちあいつら何提供したんだよって話だよ。提供なんか何もしてないぜ。じゃあ、うん、じゃあつまり修学旅行がなくなった代わりに何か提供したのかよ。部活がなくなった代わりに何か提供したのか。何もしてないじゃん俺たち。まあそりゃそうでしょう。そういうことだよ俺が言いたいのも、うん、だから俺ムカついてるわけ。じゃあ死んでもいい。いやこれめっちゃ俺ムカついてんの、うん、これこの問題は。高齢者は死んでもいいんですか。あのね、うん、高齢者が死んでもいいなんて話してない。じゃあ高齢者が死なない代わりにお前ら我慢しろって言うんだって、我慢する代わりに何か提供しようよ。いやでね、うん、さっきから言ってる話ですけど、ね、じゃあもうじゃあなんかすごい分かりやすく10代に例えばさ月1万円ぐらいのクーポン配れてもいいよ。じゃあいいんじゃないですかそれ。じゃあやれよ。なんで僕がやんの。いやだからやってないだろ俺たちの国はってことだよ、うん、やってない、いや、やってない以上、うん、じゃあやってない以上俺たちはあの世代にめちゃめちゃ過大な負担を押し付けたっていう現実は変わらないだろ。もともとそういう国なんだからしょうがないじゃないですか。何言ってんのお前。お前さ、これからお前自分この国になってくんだろ。俺もタワラソルチョみたいになったなってる、すごいなってる。そうそう、すごいなってる。戸締まりするって言ってました。私はスズメの戸締まりちゃんと見てますから。戸締まり、あ、戸締まりの話別にするってことないですよ。見てない、うん、あの宮崎から出発に人務統制を感じるというかですね、日本の神話を結構使ってるじゃないですか。あ、そうそうそうだよ。あ、いやそれはもちろん、もちろんそうです。岩戸すずめっていうのは主人公で、あれ雨の、うん、雨の岩戸開きで、すずめっていうのが雨のうずめの御事だから岩戸を開いたと。でそうやって岩を開けて出てきたのはだから猫でしょ。であの猫の名前が大臣だから、天照大神を大読みして天正大臣のあれ多分ヤタガラスを示してるんだろうと。でさらに宮崎から瀬戸内海を投信するっていうのは、今の席めっちゃいい。今の席新しかったよ、すごい。で新しくないのかもしれないけど俺初めて聞いた。すごい。いやすみません、宮崎から出発するその読みが正しいんだと思いますよ。だってそもそもあれってさ、うん、っていうか途中皇居の下にありましたね。皇居の下にだからその龍脈の頭があってさ、その泳いみたいんですけど、何泳いみたいなと思う。あ、ネタバレ。そうそうそう、泳いみたいな。まだじゃあ、あの、うん、まあ泳い、そう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 、まあ、まあね、でもね、あの簡単にネタバレすると、ネタがね、いやいや、ネタバレしないでほしいなみたいな。そう